フランチスカ・マリア・ヘンリエッテ・フォン・ホーエンツォレルン・ヘヒンゲンは、ドイツの少女校ホーエンツォレルン・ヘヒンゲン家の子女。自身の権利として、ベルヘン・オプゾーム偏教女白であった。ホーエンツォレルン・ヘヒンゲン公アイテルフリードリヒ2世と、ベルヘン・オプゾーム偏教伯、ヘンドリック・ファンデン・ベルフの長女で、後継者だったマリア・エリーザベト・ファンデン・ベルフの間の、一人娘。母方から、 裕福な相続財産を受け継ぐことが決まっていたため、幼い頃から、引く手あまたの女子相続人であった。1661年メクレンブルク公クリスティアンに、求婚されるが、カトリック信者のフランツィスカの嫁入りは熱心な、プロテスタント信者のメクレンブルク公爵家から激しい、反発にあった。フランツィスカの母は、娘の相手を、公爵の大勢いる。 弟の一人に変更しようとしたが、公爵がこの件で弟たちと完全に仲違いしたために、縁談も進まず、メクレンブルク公芸の嫁入りは諦めざるを得なかった。1662年5月1日、V4 校の弟オーベルニュ博、フレデリック・モーリスと結婚、ま23人の子を設けた。1671年母の死と同時に、ベルヘン、 オプゾーム編脅迫の地位を継承するが、就任式は1681年まで実施されなかった。1672年から1678年までは、フッツラン戦争中で、オラニエコー・ウィレム3世の軍隊が占拠する、ベルヘンの町に入ることができなかったためである。ありがとうございます。